タカチョウ発信ドキドキドキタカチョウを全国へ発信子供も楽しい番組邪魔だよ邪魔だよその棒何願いを叶える棒だよドキ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 あ面白かった YouTube 令和の時代って便利でいいな、まあ、でも昭和の時代とかもそれなりに楽しかったのかな一回昭和の時代とかも体験したいなっていうか私ずっと女の子でこんな可愛いんだけどまあ一回ぐらい男に生まれてみるのもいいかなあそうだドキドキ棒があるからドキドキ棒で女あれドキドキもないどっかちょっと今日忘れちゃったかなしょうがないかドキドキ棒忘れたんですかあなためっちゃ怖い何なんですかそのマスクドキドキ棒なかっても昭和の時代あなたが求めてる男性になれますよ何なんだ怖いなりたいんでしょそんなん言ってない言ってないよなれますよ正直になりなさい怖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 い変な人来て変な人来たなりますよドーン！あ！母さん帰ったよ、みちお。お母さんお帰りなさい。勉強してんのかい、みちお。あんたは真面目だ、いい子だね。お腹空いただろ。ご飯入れてあげよっか。お父さんは今日もまた酒飲んでんのかね。あんなやつも帰ってこなくていいよ、もうね。お父さんどこ行ったんだろうね。あんなやつのこと忘れよ。なんだこれのお父さん帰ってきたよ飲め飲め道はまだ未成年でしょうがなあなたあなた仕事もせん酒ばっかり飲んでもテレビでも見ようかなこれこれこのテレビはね道夫が新聞配達で私のために買ってくれたテレビなのあんたに見る資格なんかないよ道夫も言ってやりな いいんだよお父さんも大変だからね道夫は優しい子だねお母さんに役に立つ子に育って嬉しいよ私はこんな人と結婚してもう失敗だってきっとお父さんにもいいところを少し道夫だけが私の生きがいだよ大丈夫だよあんたなんか出て行ってほしいよ本当にもうこの飲んだくれ落ち着いて落ち着いて仕事もせずに出ていくからちょっと金くれ金また金だよ金あんたにある金なんかないよこの間買って私の着物売って何もないんだよ落ち着いてお母さんまた出て出て落ち着いてお母さんお母さんちゃんお母さんちゃんこっちやここの道夫が目が悪いからとか勉強しすぎてこれでも質に入れて酒代にして飲んでおいでやったわもう本当にもう離婚だよなんだい道夫どこお母さんここだよ目の前だよ落ちちゃったよ道夫勉強しすぎて金眼だね老眼かいやわかんないけど見えないんだでも道夫のおかげでこんなねお母さんってこんなステレオかいこれ聞いてお母さんノリノリだよノリノリだよこんないいエルメスのカバンも買ってくれるしねえエルメスエルメスだよこれエルメスなのかなエルメスのこれ500年もんだよ道夫のおかげで電話も買ってくれるしねお父さんとえらい違いだよ我が家いいでしょこれお父さんめちゃくちゃしたけど道夫が小さかった時よく遊んだねこれねこま回し久しぶりに遊ぶそうだねあんた目が見えないのかい、うん、大丈夫かい勉強しすぎだね懐かしいねでも道夫ないやそれはお父さんにしなさい私はあなたの味方だよごめん見えなくってでも道夫この昭和のこの懐かしい雰囲気の我が家に多くの人に遊びに来てほしいけど僕お友達が欲しいねえ、うん、もう我が家いつまでこれ開いてるんだいさあこの家なくなっちゃったら僕たちどこに住むの分かんないけどなぜ12月25日までは我が家いつでも遊びに来てくださいよ皆さん朝9時からだ9時からなって遊びに来てもらえるからねお母さんの美味しい料理も食べれるね、うん、9時から5時まで遊びに来てください、うんうんうん
月間は休みだよ、祝日とかはね、うんうんうん、我が家ガラガラだからね。待ってる。じゃあお母さんちょっとまた畑仕事とね、お父さん多分どっかで引っ転がって水はまってるかもしれない、一応私もまあ旦那だからちょっと見てくるわね、うんうん、一応ね、気をつけてね、一応も勉強頑張ってね、うん、頑張るよ、ね。そういえば、お母さん、祝日はここ閉まってるって言ってたけど、開いてるんだよね。そうそう、開いてるね、開いてる。ああ、もう無理。あ、でも勉強とか嫌いだもん。やっぱり昭和の時代もいいけど、やっぱり私は女の子に戻っておしゃれして遊んでってしたいもん。こんな無理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 。戻れないかな。あれ、あら、これドキドキ棒じゃん。これで戻れるんじゃないの。よし、ドキドキドキ元に戻れ。あれ、あのやっぱりこれじゃダメか。どうしよう。昭和から令和へはこの館を出れば戻れるけど、男性になりたいと言ったのはあなたですよ。昭和レトロ展、ご覧の通り、展示の品々を自由に手に取り遊ぶことができますよ。ぜひお越しくださいね。しかし道夫はこの後女性に戻れるんでしょうかね。